ふなっしーに触れなくなっちゃうかもしれないし、ね、あの公演も閉鎖されちゃうかもしれません。もしなんか怪我したらマスコミなんかもつっついてきて、ふなっしーから落ちて怪我とかね、そういう会社帰りにふなっしーパーク行こうと思ったんですが、とんでもない渋滞なんで、全然近寄れそうもない感じなんで、一度家に帰ってチャリで来ました。いや、幸い雨もそんなことない、そんなに大したことないので、カッパ着込んできましたよ。カパルです。今日は7月4日、ふなっしーお誕生日ですね。札幌でイベントがあるので、ふなっしー友さんたちは結構行かれてるんじゃないかなと思われます。長野さんもなんか向こうの動画上げられてましたね。先ほどちらっと見ました。さあ、いよいよふなっしーパーク、皆さんももうこの辺の道は見慣れたんじゃないかなと思われます。雨ですね。早くカラッと晴れたところで遊びたいですね。じゃーん、ふなっしーパークです。こんな雨でも今日もいろいろな方が来て遊んでます。いいところになりましたね。土日はキッチンカーも来るそうで、何屋さんだろう。胡椒餅、へー美味しそう。こっちはかき氷とかいろいろあるみたいですね。ふんふんふん。昨日子供たちが桟なしに登ってる写真がツイッターに載ってまして、すごいショックでした。まして、それを写真撮ってるお父さんお母さんなども写ってまして、いや、そういう風に遊ぶもんじゃないよって教えてあげる部屋でいてください。遊具は遊具で、ね、たくさん素敵なものが揃ってますから、そっちで遊びましょう。もし何かあって怪我したら良くないよ、はい、怪我したらもうみんな柵ができちゃって、ふなっしーに触れなくなっちゃうかもしれないし、ね、公園も閉鎖されちゃうかもしれません。もしなんか怪我したらマスコミなんかもつっついてきて、ふなっしーから落ちて怪我とかね、そういう報道しちゃうんじゃないかなと思います。だからみんなで、せっかくできた公演だから楽しんで、子供たちのためにも長く使えるようにしましょう。ふなっしーはきっと子供たちが楽しく遊べばいいなしって言ってくれるかもしれませんけれども、みんなでやっぱりルールは守って、遊ぶのは遊具、ふなっしーたちはせいぜい触る程度にしましょう。いつまでもこの素敵な場所をみんなで共有していくために、お母さんたち子供たちにルールを教えてあげてください。よろしくお願いします。老婆心というかジジイ心からのお願いです。よろしくお願いします。散々文句言った挙句に、ふなっしーたちの後ろを見たら登らないでねって貼ってありました。
三井さん早めの対応ありがとうございます。いつまでもみんなが集まれる素敵な公園でありますように。雨なんで押して帰ります。よかった傘持ってきて。乗れるかな。よし乗って帰ろう。傘どこ置こうか。ここ挟めばいいか。よいしょ。はい、じゃあ帰ります。お尻冷たい。結構降ってきちゃったね。まあ、あの後ろに登らないで根が張ってあったんで、とりあえず一安心しました。子供たちが登っちゃいけないんだよってのを分かってくれればそれでいいよね。結構真剣に降ってきちゃったな。こんな雨の中乗るの初めて。子供の頃も乗ったことはなかったような気がするな。どっちから行こう。ずっと川沿い行った方がいい。安全だな。安全第一です。やっぱ雨の時とか GoPro だと安心ですね。雨でも安心。ビニールバッグかなんかも欲しいかなと思ったんだけど、乗らないのが一番です。やっぱ日曜のララポ周辺はすごいやと言いつつも、目の前が渋滞してないという。あ、信号変わっちゃった。ここでもし渡っちゃおうかな。向こう側歩道狭いんだよな。信号待とう。信号ってなんで待ってる時ってなかなか変わんねえんだろうな。青だから行こうって時はすぐ変わっちゃうのにね。行きます。よいしょ。ゴー。ガッタン。こっから混んでんの。これはかわいそうだな。あ、そういえば今走ってきた左側のところに、あのジェッツの新しいスタジアム、アリーナができるんですよ。いや、それ聞いてすごい嬉しくてね。うちから本当歩って5分ぐらいで着いちゃう距離にジェッツのアリーナができます。まあね、これからもう定年になっちゃって収入も減る一方だから、こんな試合も見に行けないだろうけれども、近くにいれるってだけでね、嬉しいですね。おー、の自動販売機が見えてきました。船のミックス1の時だっけ、ここに出たのね。あー、結構雨真剣に降ってやがんな。もうちょっと休んでくれりゃいいのに。酸性雨で毛が抜けたら困るよ。もうこれから新しい毛は期待できないんだから。減る一方なんだから、収入と一緒で。あ、もうすぐ落ち着きます。それではまた明日も見てください。こういうたわいもないことで一日のビデオブログを出しておりますのでね、毎日見ていただけると嬉しいです。自分なりにも少しずつ何かを進化させていくつもりでございますので、
ぜひチャンネル登録の上毎日19時に見ていただけると嬉しいです。はい、今日はどうもありがとうございました。またお会いしましょう。現場は雨でした。